定は存在してはならない。国際問題になる。誰にも見られてはいけない。君の存在を敵に悟られてはいけない。それがステルス任務だ。スネーク、そこでの君は文字通りゴーストなんだ。捕まっても救助はない。当局も米政府も一切の関与を否定する。自分で始末をつける。そういうことになる。そのために貸し役を持たせた。 SIS などでは今回のようなカバードオペレーションでは青酸カリのカプセルを持たせる。いつでも飲めるように体にテーピングしておくんだ。優しさに感謝する。敵の捕虜になった時に使うんだ。しばらくの間仮死状態になる。敵の目を欺けるという。ジャス生き返るには蘇生薬を飲めばいい。作戦前に奥歯に仕込まれたあれか。そうだ。だが気をつけろ。長く仮死状態でいすぎるとこちらの世界へは二度と帰ってこられなくなる。覚えておけよ。絶対はどっこいと。単独潜入と言ったな。ああ。ということは支援は期待できない。そうだ。現場任務は全て君一人にかかっている。まさにワンマンアーミーか。寂しがるな。無線機で君をバックアップするサポートチームはいる。誰が？紹介しよう。今回の任務はサバイバルが重要なキーになる。君の体調管理、いわばメディックと記録を担当するスタッフだ。彼女もフォックスの一員だ。そして彼女もこのガンシップに同乗している。彼女？こんにちは。私はパラメディック。よろしくね。パラメディック、パラシュートで駆けつけるメディックの意味よ。女性からは本名を聞きたいものだが。それはお互い様でしょ、スネークさん。俺の名前ならジョン・ドーだ。それでジャックなの？まるでネモ船長ね。俺の名前はどうでもいい。戦場では意味がない。君の名前は？ジェーン・ドー。ふざけないでくれ。ふざけてないわ。生きてくれたら教えてあげる。私の周波数は 145.73 よ。また彼女には任務の記録も担当してもらう。セーブしたいときはセーブ用の専用回線 140.96 に先導してくれ。ミッションの記録、セーブだな。そう。それとあなたの健康状態の記録も。わかった。スネーク、それからもう一人紹介したい人がいる。ん？スネーク、ヘビといえばザ・ボスを知っているな。お前の師匠であり伝説のソルジャー。実は長官から本ミッションの実行許可を取り付けてくれたのがザ・ボスなんだ。彼女がフォックスのミッションアドバイザーを務めてくれる。ザ・ボスが？ミッションの立案にもザ・ボスが協力してくれた。彼女と私は SAS で同期だったんだ。ジャック、聞こえる？あ、ザ・ボス。何年ぶりかしら。ボス？そう、私よ。返事をして、声を聞かせてくれる？ああ、5年と72日18時間ぶりだ。少し痩せたようね。声だけでわかるのか？わかるわ、あなたのことだから。そうか、俺にはあんたのことがわからない。何が言いたいの？どうして突然俺の前から消えたんだ？極秘ミッションだったのよ。あなたはもう一人前だったわ。いや、まだ教えてもらいたいことがあった。いいえ、戦闘の技術は全て教えた。何もかもあなたに教えた。あとはあなたが自ら学ぶこと。確かに技術は、しかし兵士としての精神は。兵士としての精神？それは教えられない。真技体、この中で他人から教わることができるのは技術だけ。むしろ技術はどうでもいいの。大切なのは心よ。心と体は対をなす同じもの。精神を教えることはできない。自分で習得するしかないわ。いい？兵士はいつも同じ側とは限らない。兵士同士が個人的な感情を持つのはご法度よ。戦闘相手は政治によって決まる。政治は生き物、常に時代は移り変わる。昨日の正義は今日の悪かもしれない。それが俺を捨てた理由？違うわ、あなたには関係ない。言ったでしょ、ジャック、極秘ミッションだったの。
軍人はどんな命令でも従わなければならない。理由や精査は必要ない。だけどあなたは戦う理由を求める。あなたは優れた兵士だけれど、軍人になりきれないところがあるのよ。軍人は政治の道具に過ぎない。ましてや職業軍人なら、任務に正義を持ち込むことはない。敵も味方もない。ただ任務でしかない。どんな命令にも従う。それが軍人よ。俺は成果を上げるために持てる力を使う。政治的なものは意識しない。それは違うわ。いずれ悩む時が来るはず。軍人として生きるか、兵士として生きるか。東洋では忠を尽くすという言葉がある。意味わかる？主君への愛国心、国への献身。俺も大統領や軍のトップに従う。そのために死ねる覚悟だ。大統領も軍のトップも不変ではない。任期が終われば変わる。上が変わっても俺はトップの意向に従う。任務は人が下しているものじゃない。では誰が？時代よ。時の流れは人の価値観を変える。国の指導者も変わる。だから絶対的なんてものはない。私たちは時代の中で絶えず変化する相対的と戦っているの。忠を尽くしている限り、私たちに信じていいものはない。たとえそれが愛した相手でも。それが軍人としての精神。ただ一つ絶対に信じられるのは任務だけよ、ジャック。分かった。だが言わせてくれ。何？俺はスネークだ。スネーク。そう、スネークだったわね。ふさわしいコードネーム。そうだ、第二次大戦中ザ・ボスが編成した伝説の部隊もヘビだった。コブラ部隊。大戦を終結させ世界を救ったヒーロー。伝説のヒーローがサポートしてくれれば大丈夫だ。スネーク。そうだろう？わかった、ボス。あんた以上に心強い人はいない。それと、え？また声が聞けて嬉しい。そうね、お互いいつ死んでもおかしくない身だもの。スネーク、あなたは市街戦や建造物への潜入ミッションは得意だったわね。でも今回はジャングル、サバイバルが重要になるわ。私が教えた CQC も役に立つはず。CQC、クロースクォーターズコンバットか。この数年はグリーンベレーにいた。かなり鈍ってるかもしれない。大丈夫よ、私が思い出させてあげる。サバイバル下での実戦任務は初めてでしょ。無線機でサポートするわ。ボスはどこに？少佐のそばか。ザ・ボスは北極海のパーミット級源泉から無線で参加している。私の周波数は 141.80 よ。戦闘技術についてアドバイスしてほしければ連絡して。了解。君の任務はソコロフ設計局局長の奪還だ。ソコロフ博士は君が今いる場所から北に行ったところにある廃工場に監禁されている。極力戦闘を避け、見つからずに行動するんだ。ステルス任務であることを忘れるな。おお。スネーク、まず CQC の基本を思い出して。那还要叫我 CQC。NGS 系列首次出现的 CQC。CQC， 我有在《魔物猎人3》里面用 CQC 打倒恐暴龙过。哇，打到妈时间剩十秒。嘿嘿嘿嘿。Voice。哎，还是有哎，哈哈哈哈哈哈。Black。内座森林地带，哎，真不错哎。野战专用。
这边都会有你现在所在的位置，然后增加你的那个隐匿度。可以变换麦克风，这一代一开始就有麦克风可以用，但可以用啊。牙齿，谁的牙齿？動くな。等一下。高高。不知道三代 CQC 怎么用，好像是按圈还是按 R1 我忘了，那就不知道了。CQC。哦，有一只蛇蛇。看地图咯，超级丛林欸，丛林激战，一二代都是玩那个，玩那个都市战。哦，鳄鱼欸，看这能不能跟鳄鱼打、啊、超恐怖的，打鳄鱼，噔噔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 ，鳄鱼应该不会咬我，鳄鱼一个看起来一个比一个还凶欸，啊啊，无敌沼泽！哦，操，是无敌沼泽！哦，无敌沼泽！噔噔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 。鳄鱼睡着了，原来这样他就睡着了。哦，啊，被咬了。啊，没反应嘞。这都没反应嘞。欸，你到底了吗？你是不是看不起我啊？干！干，你是不是看不起我？欸，死了。哇，好多东西啊。拿到了奇怪的东西。哇，吓我一跳！里面竟然躲一只，踢死你！那种 I can totally see you。捅鳄鱼。哇，我超猛！玩家这边怎么办？我要去对面那边。
睡到挂掉，哇！我还看到蜂巢，哎，不敢打。没有看到有那个，不咬我吧？哎，歹劳啊，不要咬我啊！子弹太好了，把捅死。咦？咦？哇，好开心哦！超硬的鳄鱼耶，专业打碎鳄鱼，睡觉。啊，喂，走。看一下地图，这代没有好用的地图，地图要这样看。这边要躲人啊！要冲出来咬我！妈的！应该不会吧？鳄鱼应该都只会在沼泽旁边的那一只蛇。拿到什么？我拿到好多东西哦！特殊音谱01111，牙齿书生药，原来是书生药。牙齿药五个，药卷不可以吸烟，眼镜。痛啊！少佐、敵兵を2名派遣。おそらくソコロフを見張っている KGB の兵士だ。AK-47 にグレネードか。グレネード。スネーク、君はすでにソ連領土に不法侵入しているんだ。CIA やアメリカ政府の関与をクレムリンに悟られてはならない。敵との接触は禁じる。戦闘も避けろ。隠密行動だ。いいな。少佐の言う通り、本作戦はジャングルでの隠密潜入が基本になる。作戦の成否はカムフラージュにかかってくるわ。まずサバイバルビュアーのカムフラージュを使って迷彩を選びなさい。ユニフォームで野戦服、フェイスでフェイスペイントが変えられる。その場所に溶け込むような迷彩を選べば高い偽装効果が得られるわ。森の中では動くものが目立つということも忘れないで。迂闊に立って走ればすぐに気配を察知されてしまうわ。その場で匍匐していれば見つからずにやり過ごすこともできるはず。どれだけ偽装ができているかはカムフラージュ率を見ればわかるわ。カムフラージュ率は周囲に対するあなたの偽装度を表している。値が高ければ発見されにくいし、低ければ見つかりやすいということ。お、重要なのは自然と一つになることよ。カムフラージュを常に意識して進みなさい。いいわね。
なるほど。在哪里？你的地图好麻烦。バックジュース。我要怎么用 CQC 啊？睡着了。来一堆人欸，天哪！嘿嘿嘿，看他刚降算是没看到我，太好笑了。そっちだな！一只蛇啦！啊！超好笑。安全。哎，他血会自己回复，哎，真猛哎！这样警戒就没了，真炫哎！哎，还在睡，在喝苦了。哇，喷饱啦！不老西。没有地图，感觉超麻烦。头在哪里啊？头。
ピピピュ哦，蜂巢，笑得好灿烂。哦哦啊超好笑好掉了我食物满了耶是点什么吃起来没有味道吃鳄鱼妈妈的那妈妈的那普通口味哇全跑了也太好笑了吧他妈一个蜂巢直接破解人家的防御阵势有一个神奇小转角哎，这边有什么？哇，有宝哎！这个是哇，突击枪，拿到了。其实我也不知道是什么东西。猪猪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 猪少佐ソコロフが監禁されていると思われる廃工場に到着かなり朽ち果てているここからではソコロフは確認できないが警戒はかなり厳重だの外に保証が立っている内部にも何人かいるだろう。目標、ソコロフは廃工場の奥、北東部の部屋に監禁されているはずだ。北東部だな。わかった。気をつけろ。ソコロフを生きたまま連れ帰るのが任務だ。彼の身を危険にさらすわけにはいかない。危険フェーズではソコロフに接触するな。了解。了解。それとスネーク。まだ他にも？いや。救出に成功したら彼に伝えてほしい何を